金代が台所で夕食の支度をしています。家族全員が蚊に刺されたので、金代は蚊取り線香を設置しました。蚊取り線香の煙に注意してください。おかしい。何が？なんか変よ。なんで虫に刺されるわけ？外で刺されてきたんじゃない？あんた最近夏だからって遊んで遅く帰ってくるじゃない。なんだと？門限を破ってるのか？お小遣いアップと引き換えに門限を守るって約束しただろう。今時門限が5時の家なんかないよ。ゆるさーん。わかったわよ。別に少しぐらい遅くなったっていいじゃない。お母さん、その話はもういいから。うちに蚊がいるかもしれないんでしょ？うん、よし母さん、とりあえず効きそうな殺虫剤を買ってきとけ。ご自分でお買いになったらいかが？お母さん、これから夕食作るんでしょ？レナ、今日はコロッケ食べたいな。そう？じゃあ、今日のご飯はコロッケにしようかな。やったー！でも、お母さん、あの作り方はどうにかなんないの？何言ってるの？あの作り方がいいんじゃない。じゃあ私台所に蚊取り線香つけとくね。あ、もう、こんばんは、魔界闘士です。BS2 かパート2になります。今日はステージ5からですね。パート1では取得していませんでしたが、美味しいものなるものがあるようです。コンプリート率に影響があるのかな？ここは座れたらイラつく。2箇所あるので、エキストラタンクはこっちを吸う際に溜まるでしょう。
道を潰される寸前に逃げましたとしていますが、分かりにくいですね。主婦の皆様は真似をしないようお願いいたします。レナの部屋です。レナはあなたに対する警戒心を強めています。殺虫スプレーを用意してきました。さらに部屋に殺虫灯を設置しました。注意してください。いたた、かゆい。大丈夫か？コロッケダメになっちゃったな。すみません、夕食が。母さんが無事ならそれでいいんだよ。お父さん。やあ！近所の迷惑になるから静かにやんなさい！もう、買ったばかりの殺虫灯壊さないでよ。まったく、あれは母さん譲りだな。母さん、視線感じる。もしもし。様子を伺っているときは、おおむねバトル回避行動になります。誰？このステージあたりから吸血ポイントの出現が結構ピンポイントになってくるようです。わかった。
全部は塗りそうかな。物を大切にしましょう。ここは和室です。健一が生け花に興じています。健一はあなたに刺されたのをダニのせいかと疑って畳に殺虫剤を散布しました。畳の上に降りるとダメージを受けてしまいます。さらに畳に触れた健一の足などからは吸血することができません。またエアコンの風に注意してください。あんた何やってるのよ。寸止めしようと思ってたの。かゆい、やられた。怪我するような趣味はやめなさい。うん？いけばなこそ日本の心。どうだ、レナもやってみないか。やだ。あ、お父さん、和室の畳にダニ用の殺虫剤かけといたけど。うん、これで虫に刺されはせんだろう。安泰じゃ。ダニなのかな。こうかな。いて。暑い。じゃあ吸いに行きますか。こうかな。いて。うわ、まずそう。敵も蚊の気配に過敏になっているようです。こうかな。いて。熱い。ここでノルマの残り1本とエキストラの1本少々が吸えるかな。こうかな。2箇所目はタイミングが結構シビアです。
左手の手のひらを開いた際にほんの少しの間判定があります。こうかな。で、暑い。結構すぐ閉じてしまいます。終わりが見えると吸いまくるやつ。危ない。レナの友達の彩香がレナの部屋に遊びに来ました。彩香はお嬢様育ちで、蚊に刺されたことなどありません。極めて無防備です。あ、彩香だ。お父さん、そんな格好で出てこないでよ。彩香には刺激強すぎるから。一生の不覚。ポイントは多いですが、ノルマが1本なのはやりやすいです。
ところで、この人友達の部屋で何してるの？え？飛んだのはランダム攻撃回避のためです。テレビを近くで見すぎると目が悪くなる場合があるので気をつけましょう。メガネ、メガネ。ということで、ご視聴ありがとうございました。